今日も JR 吹田にご利用いただきましてありがとうございます。本日13時13分ごろ、吉部駅におきまして人身事故を発生いたしましたため、ただいま上り電車並びに下り電車運転を見合わせております。入りました情報によりますと、運転再開見込みが16時15分ごろ飛び込んでおります。なお振り替え輸送につきましては15時35分から振り替え輸送を行っております。